ラブライブミューズ広報部、ミコ、リン、バナ、遊ぼう、はじめましてのハッピーチュー、遊ぼう、君と僕とが出会う、それは予感、それは奇跡、夢の夢か、君と僕の奇跡始まるよ、おいで Listen to my heartみなさん、こんにちは。ラブライブミューズ広報部へようこそ。やさはにこやく空丸こと徳井空です。星空凛役リッピーこと飯田里穂です。小泉花恵役シカコこと久保ゆりかです。どうしたの、なんで笑っちゃったの。ちょっと食い気味で入っちゃった、なんと思ってなんでそういうことあるわよくと思って面白くなっちゃったんだけどね。あ、そうですか。あ、なるほど。いいんだよ、説明していいじゃん。これはアイドル活動を通じて自分たちの会を学校を盛り上げとアートを頑張るアイドルグループミューズとして頑張る9人の少女たちのストーリー。影響してるから、めちゃくちゃ影響してるから、もう一回言うね。アイドル活動を通じて自分たちの会を学校を盛り上げようとアイドルグループミューズとして頑張る9人の少女たちのストーリー、それがラブライブ。この番組はそんなラブライブのことをより広くの人に知ってもらうために、私たち通称ニコリンパナが全力体当たりで頑張る広報部系アイドルウェブラジオです。皆さんもミューズ広報部の一員になったつもりで一緒に番組を盛り上げてくださいね。イエーイ。というわけで明けましておめでとうございます。2013年ということで、ついにもうね、そう、うんうん、アニメがスタートする素晴らしい年なんですけども、はい、もうしょっぱらから、うん、久保さん、あ、どうしたんだ、久保さんのせいですよこれ。嘘、もはや2013年もうダメな気がする。嘘、なんで楽しい1年になりそうだねっていう、食い気味な1年になるよもう。え、なんすかっていうね。久保さん超食い気味だね。なんか言わなきゃと思ったの、リッピーって可愛い呼び名だなと思ったらね、うん、書いてあるの。ちょいちょいちょい思って、うん、思って聞いてたら忘れちゃう、私自分の言うところって思ってね、うんうん、もうなんでそんな興味なさそうなの。え何あざちゃん俺とってなんオッケーオッケー、ほんなほんなわけでもうや言うこといっぱいあるから、今日いっぱいあるから、そうそう、ついたらしてられないのよ。そうだよ。まずですね、もう私たち1月3日はお正月からですね、うん、ミューズニューイヤーラブライブ2013ということでライブをしたんですね、うん、たくさんの人が来てくださいまして、ありがとうございました。そしてもう3日前からもうアニメもスタートして、かなり今日は感想もいっぱい来ているようなんで、はいはいはい、いっぱい読んでいきたいと思います。さらに本日ですね、9日はラブライブミューズベストアルバムベストライブコレクションが発売されました。こちら私たちはもうサンプルもらったんですが、はい、なかなかね、やっぱすごいよね、うん、ボリューミーだ、ね、ボリューミーだよね。というわけでこちらの感想もどんどん募集しておりますので、よろしくお願いします。それでは皆さん、今年も最後までお付き合いよろしくお願いします。ラブライブミューズ広報部。あれ、ちょっと待って、言う気配なかった待ってたよね。そう、待ってた、本当待ってた待ってた。じゃあもう一回いくね、うん、ラブライブミューズ広報部スタート。ラブライブミューズ広報部ニコリンパナ、この番組は2013プロジェクトラブライブの提供でお送りします。ラブライブミューズ広報部。さて、ここからはラジオを聞いてくれている部員の皆さんからのお便りを紹介する広報部掲示板のコーナーです。早速お便り紹介しましょう。はい、じゃあお名前はですね、こちら、ラブライバーネーム小麦丸さんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。ニコリンパナの皆さん、こんにちは。こんにちは。いやー、テレビの前でアニメが始まる直前、まるで合唱コンクールでステージに立った時みたいな緊張感ですよ。鳥肌ブワッですよ、オープニングからほのかの独唱きたーと思ったら、実はそれがエンディングの冒頭だったり、またオープニングは別で用意されていたり、さらにエンディングだと思っていたのは実は挿入歌で、エンディングはまだ放送されていなかったり、第1話からいきなり9人全員プラスアルファが出演していたり、他にも何だりかんだり、とにかく興奮な30
30分でした。まだ2年生図がメインで動いていますが、うん、今後の各キャラクターのたちの展開が楽しみです。それではまたお便りします。にっこりんぱーにっこにっこにふにということで、おー最後絶対自分で考えたでしょ。考えてない、見てよ、ちゃんとプリントされてますよ、これ書いてにっこりんぱーって急になんか、ね、なんでよ、ね、私そんなアレンジしないよ急にというわけでもう早速アニメのね感想が送られてきていて嬉しいね。そう、実はあのエンディングはエンディングじゃないんで、ないんでしょ、挿入歌なんですよ。びっくりするよね、うん、びっくりするよねそんなに驚かすつもりではなかったんだけど、エンディング早くね見せたい、やばいよね、エンディングも可愛いからね、好き、もうさっきもそれで盛り上がっちゃったもんねちょっとひとしきり喋っちゃったからね、エンディングについては、うん、だからもうこれじゃ話すことは何もない話そうよ、満足しきって話そうだよ、ねほのかの読書もね、そう読書ってやるとまた読書だよね、そうだね、うん、最初ね、うん、そうそうそう、いいよね、うん、なんかてか絵が本当に綺麗だよね、かわいい、表情とかすっごいかわいい、かわいいね、あれはいいわ、あれはいいよ、ほんとラブライブすごいっすよ、マジラブライブすごいっすよ、ほんとにね、うん、いいね、そう、みんなも出てきて1話2個にはなんかね、うん、ちょっと偵察してるみたいな感じで、うん、マスクしてメガネしてちょっと怪しい、ね、そう感じだったんだけど、うん、なんかあれはアライズやみたいな感じでそう言ってた、ね、ツンツンしてたね、そうそうツンツンして、ちょっとねほのかとまだねそんな深い関係じゃないから全然、うん、もうていうか水知らずぐらいよね全然、うん、そうだよ、水知らずなんでね全然冷たかったんですけども、うん、まあ花よとりんちゃんはもともと仲良しっていう関係だね、うんうん、ずっとね昔から仲いいよね、そうそうそう、うんうん、だからまあね初回の1話目では、うん、しか言ってなかったですけど、しかとはしかじゃないちょっとね、もうちょっと言ってたけど、プレイ放送聞いてる人は分かるはず、うん、これのことかみたいな、そうゲームやったからね、そう、うんうん、うん、でもね今後この3人のやっているキャラクターがねどうなっていくかも注目してもらいたい、ね、うん、まだみんな知らない人だもんね、ね、そうそうそう、楽しみにしててください、しててください、お願いします。はい、では続いて見ます、はい、ラブライバーネーム柳影さんからです、ありがとうございます。そらまるしかさん、リピこんにちは、こんにちは、ラブライブアニメ第1話見ました、すごい濃密な1話でしたね、オープニングのライブシーンではもうただ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 感動で、うん、呆然と涙を流してしまいましたが、うん、話が始まった後はほのかさんのアホな行動に笑ったり、うみちゃんの妄想に笑ったりと、うん、各所に盛り上げどころがあり楽しかったです、うん、何より、キャラが全員登場しそれぞれの立ち位置性格がなんとなく分かるような作りになっていたところも良かったです。メガネのかゆちんが目をキラキラさせてアイドルを見ているところが印象的でした、うん、これからそれぞれのキャラがどう動いてどう集まっていくのか本当に楽しみですということですよ、うん、そう、ね、オープニングさ、うん、やばいよね、やばいよね、そうオープニングさ、オープニングの、うん、あのミューズの衣装は実はあれ私たちがモデルになってるんだよね、それが、ね、そう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 、うん、うちらがあの最初なんだっけライブのキービジュアルのイラストを目指して、うんうん、それを、うん、あのイメージして作っていただいた衣装で、結構それぞれだからもうオリジナルというか それぞれの色を入れたりしたんだけども、うん、なんとそれがアニメに逆輸入というかすごいよ ね、うん、でね、うん、すごい私たち着た衣装だと思って忠実だったよね、忠実だった、びっくりした、びっくりしたね、うん、そう、セカンドというかあのニューイヤーライブではさ、ああ来てないんだけどね、そう来てないんだけど、うん、最近ご無沙汰なんですけれども、そうね、まさかね、こんな形で見れるとは、ね、あれらしいよね、あれすごいよ ね嬉しかったな、嬉しかった、なんか来た意味があったなっていう、ね、そう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 、そう気持ちいいね、うん、だしさオープニングもさ今までのさあんだっけPV、うん、ワンダフルラッシュとかの PV みたいな感じでもう動いたじゃないですか、だいぶ、うんうん、オープニングからね、可愛かった、可愛かった、あやったね、みんなもあれでダンス覚えて、そうだよ、くれるのかな、覚えてぜひそうなんだ、なんでほにゃーってしてるの、みんなもう覚えてねえだけど私たちも覚えなきゃなのかなっていう、そう私もあれ見ててね、そうそう、あこれ踊るかわいいなってでもこれ踊るんやろないかと思いながら、いや思った思った、ね、そうだよね、複雑だよね、そうだね、かわいいかわいい、そうちょっともうちょっと純粋に楽しみたかった
ダメだよね。そういうのよくないと、ね、頑張りましょう頑張りましょう。でも毎週見せたらちょっとずつ覚えるかもしれない、覚えるかもしれないからちょっと、うん、自主練をしましょう。しましょう、ね、しましょう、アニメ専攻で、うん、はい、じゃあ続いてのお便りを、はい、ラブライバーネームカオバスさんです。ありがとうございます。サラマルさん、リッピーさん、シカコさん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。テレビアニメラブライブ1話見ました。ありがとうございます。ラブライブの魅力をもぎゅっと詰め込んだ素晴らしい1話だったと思います、うん、ダンスシーンや歌はもちろん、うん、みんな可愛くて見ていて本当に幸せになる30分間でした、うんうん、新規の人が楽しめるのはもちろんのことですが、うん、小鳥ちゃんが斜め下から顔を覗かせるシーンや、うん、オープニングのね、きっと、うんうんうん、海ちゃんの投げキッスなど、うん、前からのラブライバーがおっとなる小ネタも小ネタも仕込まれてましたよね。アニメを見て興味を持った人たちが、うん、既存の PV などを見て、うん、こういった小ネタをき、もうダメだ、小ネタがね、小ネタがないね。こういった小ネタに気づいてくれるのも楽しみの一つですね、うんうん、これから今まで不透明だった部分が明らかになっていったり、うんうんうん、新しい楽曲が登場していくのが本当に楽しみです、うん、これからもアニメの感想をどんどん送りたいと思いますので頑張ってくださいね。それでは、うん、小ネタといえばさ、小ネタっていうか大ネタだと思うんだけど、うん、劇中でさ、まきちゃんがさ一人でさ、うん、ピアノ弾いてさ、うん、歌ってさ、ほのかがさ、わあ綺麗な歌声で聞こえるみたいなシーンあったじゃん、うん、あそこでさ、愛してる万歳をさ、うん、歌ってたじゃん。そう、びっくりしたね。うん、多分さ、本当にアニメから入った人にしたら、うん、あ、これも挿入歌なんだってきっとね、そうだね、思うだろうけど、あ、歌ってるみたいな感じかもしれないけどさ、うん、もう私たちと同じぐらいの、うん、なんだろう、うん、ラブライブを知ってる人からしたらさ、うん、愛してる万歳じゃんみたいな。確かにそうだよね。これ歌えるよこれと思っちゃった、うん、ね、しかもなんかちょっとさ違うバージョンだったじゃん。そう、元々のおしゃれ、うん、ね、うん、マキちゃんっていうのね、マキちゃん仕様だったよね。そうそうそう、なんかあれ別で撮ったらしいですしね。あ、そうなん。あの私もこの情報はツイッターで某パイルちゃんがつぶやいてるのを見ただけの情報なんですけれども、隠さない大丈夫ソースだいぶパイルちゃん曰くは、うん、あのこれ用に撮ったんだよ新しくって書いてたから、へー、あの興奮しました、私そうだよね、あのソロバージョンともちょっと違うような気がしたからさ、そうかそっかそっかね、うんうんうん、すごいよ ね、 いいよね、そこまでね、マキちゃんかっこいいと思ったね、登場の仕方かっこよかったね、かっこよかったよね、面白いね、これね、知ってる作品なのに他人テンション上がるっていう、ね、そうファミレスみたいな気持ち、いいね、部活系だから、いいね、合ってる合ってる、ホームだから、うん、じゃあ続きまして、はい、ラブライバーネーム浅田リマさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。そらまるリッピーしかこさん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。東京 MX でアニメ放送見ました。ありがとうございます。ありがとうございます。放送日の1月6日は私の誕生日だったので、うん、いろんな意味で幸せな日になりました、うん、コミカライズ版と少し違うところもあってすごく楽しかったです、うん、みんなが動いて喋るたびに変な声を出しながら見てしまいました。かっこ笑い。ニコニーもカヨチンもリンちゃんも1話では少ししか話していませんでしたが、うん、今後たくさん喋るのかと思うと嬉しすぎて何か震えてきます。何か震えるんでしょう。スノハレと夏色笑顔の間くらいからのファンだったので放送終了後ちょっとヤジの皆さん、ちょっと待って放送終了後は嬉しいのとクオリティの凄さで感想もうまく言えませんでした。本当に最高の30分でした。最高の誕生日プレゼントをありがとうございました。というわけで、いやー、何が震えてしまうんですかね。もう一回言うんだ強いな、ハート。ハート強いよね、うん、強くしてこうね、もう鍛えてるから話しかないでしょって言ってんのにさ、うんうん、ね、そう、これからね、みんなね、どんどんね、喋るよね、きっと。喋る。喋、うん、るさ、そりゃ。うん、といいよね。うん、わかんないよ。そうだよね。それはもうさ、やっぱお楽しみだからさ。そう。でしょ？え、違うの？うん。お楽しみだからさ。なんか、お歌の？お歌の時間だから言う。お歌の時間。それはもうお歌の時間だからさ。変わらないよ。まあ、ラブライブは音楽にも時間を入れてますけど。はいはいはい。伝わったよね。そういうこと。頑張りさ。そうなの。うん。素敵だよね。そう。素敵しか言ってへんやん、私。そう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 。でも誕生日プレゼントだったなんて嬉しいな。嬉しいね。おめでとう、誕生日。おめでとう。パチ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 。うん。
ねじゃないけどさ、そうコミカライズ版とさ、コミカライズ版はその仲間がさ、うん、こう集結していく感じだから、コミカライズ版に沿ったアニメになるのみたいなさ、ね、意見がちらほらあったかもしんないけど、それとはまた少し違ってね、そうそうそう、全然アニメで全然楽しめますので、漫画読んだ人も読んでない方も楽しめると思います、うんうん、どっちも楽しめるね、うん、どっちからも入れるやつですね、ねえ、素晴らしい、もうじゃあもう一枚いきます、はいはい、ラブライバーネームタイッチさんからです、ありがとうございます、ありがとうございます、そらまるりっぴーしかさん、こんにちは、こんにちは、セカンドライブ行きました、まさかのニコリンパナの曲が出るとは思いませんでしたので、とても嬉しかったです、うん、アフタースクールナビゲーターズではもちろんヘドバンしました、その後ちょっと落ち着いてから皆さんの振り付けを見たら、なんと、うん、エロティックな振り付けがあるじゃないですか、なんだろう、だけど衣装がジャージだったので残念でした、そして今回のその晴れめっちゃやばかったです、うん、ほのかのソロで会場が一斉にオレンジ色のサイリウムに、うん、ファーストライブでもあの演出はあったのですがちょこちょこぐらいでしたけど、今回はあたり一面オレンジ、そうだね、もう何これ、こんな綺麗な景色見たことない、やっとやっとここまで来たんだなと思い、うん、途中でサイリウムを振るのを忘れるぐらい心を打たれました、うん、涙、普段僕の周りの人はラブライブを知らないので正直不安になった時もありましたが、うん、あの一瞬でこんなにもたくさんの仲間がいることに感動しました、うん、ということですよ、仲間増えるよもっと、ね、ライブね、ライブの感想が、うん、そう、もう一枚、はい、いただきます、ラブライバーネーム解決砂ズキンさんです、ありがとうございます、シカちゃんリッピーそれまるこんばんは、まあ、ライブすっごく楽しかったです、終始会場全体が熱い空気に包まれ、うん、あっという間の3時間弱、うんうん、後には心地よい疲労とあふれんばかりの幸福感が残りました、うん、疲れているはずなのにそれを感じさせないそらまるの姿に自然と、うん、元気が湧いてきました。嬉しいな。そらまる、本当にアイドルっぽかったよ。ありがとうございます。リッピーは恋のシグナル、リンリンリンの可愛さはもちろんのこと。最大曲数。笑っちゃう、自分でおかしくなっちゃう。え？どうした？辛い。え？今すごい自分で言って。うん、猪木さんかっこいいなってなんか急に出てきちゃってね、ごめん、猪木さん何わかんな、怖い、わかんないから、でも笑ってる人がいるから多分伝わってんのちゃんと、大丈夫だから、何になっちゃったよ、もう一回から、もう一回から今のなかったことにするから、うんうん、いくよリッピーはどうしたの、猪木ボンバイエでも見たのもうちょっと困る困る、本当に、ね、私本当はこんなんじゃないんだからカバーしてるんだよリッピーは恋のシグナル、うん、リンリンリンの可愛さはもちろんの、もうやめて、なになに、全然わかんない、何もしてないで、そらまる説明してよ、なになに、肩ポンポンじゃないよ、しかじゃん、なに、こいつこいつみたいな感じで私指さされたから、ね、何もしてないよね、なに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 、本当に、ごめんごめん、いくよあ、つらいよ、どうしたリッピーは恋のシグナル、リンリンリン。なに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 、どういうこと、どういうこと、どういうこと、わかんないよね、終わんなくなっちゃうから、16が、もうちょっともう頑張るから、もう本当に頑張るから、本当に頑張った。今ツボがやばいから、うん、丸出しになってるから押さないでツボ丸出しかー、押したリッピーは恋のシグナル、リンリンリンの可愛さはもちろんのこと、冴えた曲数お疲れ様でした、ありがとう、ありがとう、ありがとう、そしてシカちゃんはまず孤独なヘブンでちょっとうるっときて、最後の感想で今回がセカンドライブじゃない、9人揃ってミューズだよという言葉にまたもうるうるさせられました。最後のラブ&ピースではシカちゃんにスポットが当たっていて、シカちゃん大好きな私としては興奮しっぱなしでした、やったね、でも一番はやはりニコリンパの2曲ですね、嬉しい、まさかアフタースクールナゲベーターズを歌ナビゲーターね、ナゲベーター、何何ナゲベーってを歌うとは、ラブライブのライブスタッフは理解がありますね、お何はともあれ約3時間の本番と、うん、多大なレッスン、うん、本当にお疲れ様でした、最高のお年玉をいただきました、うん、次の6月のライブも今から楽しみにしていま す, ということで、ありがとうございます、ありがとうございます、あ、読めた、何が
がツボだったのか全然わかんないんですけども、そうなんです。実はライブではもうほぼ全曲とか全曲やって超大ボリュームだったんですけど、あのニコリンパナのねアフタースクールナビゲーターズとあとリスントゥーマイハートも歌わせていただきまして、私たちあのジャケットと同じジャージを着て歌ったんだよね。それなりにねちゃんとみんなキャラクターに合わせたちょっと着方とかしてみたりね。そう、うん、よかった、ね、上履きも履いたんだけど、上履きも履いた、すっごい凝ってるんだよ、凝ってる、実はあれすごい凝ってる、そうちゃんとそれぞれで落書きして ね名前書いて書いた、そう見せたい、写真撮って見せたかった、そう写真全然撮ってないからね、そうなの、ね、何かの形で、何かの機会でね、そうそうだよね、いいね、ねえ、いや、スノハレのね一斉にオレンジになるやつももう超綺麗だったし、あれはステージから見てもね、わ かるよ、うん、もう一瞬のうちにオレンジになっちゃって、へえ、違う、違う、あの振り付け的にね、うん、あの顔を切ってるんだよ、ここ、そう、私もだからなんか気がついた時にはもうオレンジなんだよね、そう、だからその変わった瞬間が見えないから、うん、見たいよね、そうね、だからちょっとね、そうだね、なんか見れたらいいなと思うんだけど、うん、そのみんながそう言ってるのを聞いて、そんなことをみんなしてくれたんだっていう感動です、うん、ね、うん、いやすごい本当に、うん、これからもラブライブは増えると思いますので、うん、皆さんぜひぜひね、うん、また一緒に曲を聴いて、ね、みんなオレンジしてくれたら嬉しいね、そうだね、綺麗だもんね、お願いします、うん、本当にお疲れ様でした、お疲れ様でした、ありがとうございました、はい、というわけで皆さんお便りありがとうございます、これからもどんどん送ってください、はい、それではここで1曲お聴きいただきたいと思います。1月23日に発売になりますテレビアニメラブライブオープニングテーマよりミューズで僕らは今の中で、ラブライブミューズ広報部ニコリンパナ、みんなの注目を集めて学校を盛り上げよう、スクール応援レポート。ラブライブといえば自分たちの学校を盛り上げるためにアイドル活動をする9人の女の子たちの物語、そこで全国のラブライバーの皆さんから自分の通っていた学校にこんな注目すべき行事があった、こんな注目すべき特徴を持った学校を発見した、自分の通っている学校にこんな注目すべき先生がいたという報告を送ってもらいます。私たちはその報告がどのくらい注目すべきものかをそれぞれ3点の持ち点で採点します。3人合計で7点以上獲得するとスクール応援注目リストへと登録されます。というわけでちょっとね、学校自慢じゃないですけど、うん、学校のねちょっと注目すべき点をみんなから送ってもらって、うん、私たちがそれを採点しましょう、はい、ちょいこっちゃね、ちょいこっちゃね、どんなね、どんなのが来るんだろう、面白どうぞとかそういう感じじゃん、どうぞ、わかんないけどすごい限られちゃうねそれな、いやそれだけじゃないよ、もっとなんだろうね、あるよね、うん、でもいろんな学校先生とかさ、そうありそうだよね、キャラの声かったりするね、うん、確かに学級によってさ、また違うね、うん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 、学校だけじゃなくて、そうだよね、校則とかね、うんうん、そうだね、そうだね、確かに、うん、はい、じゃあ最初のレポートを見ていきましょうかね、ほいほい、こちら、ラブライバーネーム遠藤豆さんからです、ありがとうございます。僕の通っていた中学の担任は、うん、何かあるとすぐにギターで弾き語りをする先生でした、すごいね、1学期の終業式の時も夏休みの心得をなぜか歌にしていました。もちろん卒業式の日にも生徒の前で旅立ちというオリジナルの歌を歌ってくれました。今思うと面白い先生なのに、卒業式の時にはなぜかそんな先生の歌でみんな泣いてしまいました、うん、長渕剛さんっぽい感じだったのであだ名が長渕だったのですが、うん、あの先生が今でもどこかの学校で歌い続けているのか気になります。うーん、こんな先生います？いたの、いた、何それ、小学校の時いたの、いないよそんな、この先生かなと思っちゃったもん、長渕だった、うちは川村先生だったわ、うち何何何どうやって、もううちね、うち私の先生ね三味線の人だった、沖縄の民謡渋いずっと弾いてる人だった、渋すごいよね、めっちゃ渋い、なんか話それちゃうんだけど、その沖縄が大好きで、うん、本当に何かと沖縄の民謡を弾く人だったの、三味線を持って授業中とかに、うん、好きすぎて、好きすぎて、である時沖縄でロケがあったの、うん、うち自身がね、うん、お仕事があって、うん、でもう離島なの全然、うん、遠い離島で、うん、なんかロケしてたらすっごい似てる人がいるみたいになったら、本当その先生が三味線持ちな
ながら沖縄旅行してたの。すごくない？しかもそれ高校卒業した後だよ。すごいね。高校3年生の担任の先生だったの。そうで、ありがとうございましたとかって高校卒業して沖縄にロケ行って、その先生も卒業したからもう担任なくなったからって旅行に来てて、たまたまだよ。本島じゃないの。すごいね。離島好きすぎて、すごいね。好きすぎて、でも仕事中にちゃんちゃちゃんちゃちゃんちゃ弾かれたの。隣で弾いてたの仕事中に。なんだうーみたいなっていう、ちょっとなんかすごい強烈な先生だったんだけど、ちょっと長渕さん並みの人だったんだけど、ね、っていうことがあったの。沖縄好きすぎすごいね。すごいよね。それすごいわ。奇跡だよね。結構すごいなって思って。喋った？喋ったし、写真も撮った。一緒に沖縄で。まさか二人で旅行来たみたいな感じになっちゃったんだけど。そう。先生と先生の子に。沖縄熱すぎるやろ、あの二人みたいになっちゃう。そう。すごかったの、あれは。それすごいわ。すごいね。そうだからね、すごいこの方の気持ちが分かる、遠藤豆さんの名物先生なんです。そうでしょ。すごい、ね、今頃何やってるのかなって本当に同じ気持ちに、ね、なるの。沖縄に行ったらあるかもしれない、ね、ぜひ、うん、そんな人がいたらリッピーの前の先生でしたってことで、担任の先生だったっていう。そうだね。いやこれすごいよ。濃いね。点数高いよ。濃いですね。でも実際にいるっていうのちょっとびっくりだな。じゃあ今紹介したこの歌う先生のレポートがどのくらいの注目度だったか判定しましょう。じゃあこれどうすれば、せーので何点か言ってみますか、ね、うん、せーの2点。3点、うん、1 2点、3点だ、6だ、6点。じゃあリッピーの方が濃かったからさ、あ、グラビーと、ごめん、エンドマメさん、そう、1でいいやつ、ね、ってなっちゃった、ごめんごめん、エンドマメさん、ごめん。私もまあ、じゃあ2点かなと思って、ね、そうそう、そうなの、そうなの、共感しちゃったから3点入れといた。そうだね、惜しい、ということで、惜しい、スクール応援注目リスト登録ならず。すいません、残念。それでは続いて、はい、いっちゃいますね。ラブライバーネームデイリーさんからです。ありがとうございます。僕の通ってた小学校の社会科見学は少し変わってました、うん、普通は工場見学とかお店見学に行くと思うんですけど、うんうん、うちの学校は学校のそばの山へ行っていました。そこで食べられる山菜の見分け方とか、うん、クマと遭遇しない方法とかを勉強してました。へ、ある意味実践的な社会科見学でした、うん、ということです。へ、うん、クマに遭遇しない方法ね。へ、遭遇しない方法を勉強するの？こう鈴を鳴らしながら歩くとか、そういうんじゃない？死んだふりするとか。そうね、それは見つかった時だよね。もう遭遇しないじゃないの、ね、しかもそれやっちゃいけないやつだからね。実際やっちゃダメなやつだよね。多分原始的だね、リッピーね。でもね、私も山登りはした。うん、え、多分そういう田舎というか、うん、そういうとこだとやんのかな。うちも学校の裏の山に登るの、うん、それで毎年小学校登るんだけど、うん、そのなんつーの、学年でさ、なんつーの、1年生から6年生までをなんか6つぐらいのグループに割ったりとかして、グループ分けして、でどのルートで登るか各自のグループでね相談すんの、うんうん、だからすごい近いけど急なコースか、長いけど言ってなんつの坂が緩いコースとかいろいろあって、うんうん、私はねこの山登んのね辛かった。辛そうだね。辛かったな。うん、大変だったな。あ、大変だ。でもね、あのおかげさまでね、うん、だから結構ね、何かあるごとに結構山に行くの、田舎の多分学校って、うんうん、なんか七夕になったら竹取りに行ったりとか、 あとなんだろう、クリスマスの時期になったら鶴を取りに行って、うん、釣りじゃないリース、うん、を全部作ったりとかしてたから、これねかなりねすごい共感できる、うん、私は。いいね、ご当地だね、うん、本当にご当地だね、うん、北海道だもんね。そうだね、本当だ、うん、だからか。そうだ、山がそばにあったんだよ。なるほどね、うん、いいね。そう、いいよ、懐かしいな、うん、じゃあこちらのレポートどのくらいの注目度だったか判定しましょう。はい、はい、せーの、2点。あ、2点。3、お、2、4、2点、7点。おお、スクール応援注目リスト登録決定、おめでとうございます。こうやってスクール認定が決めていいんだね。そうなんですよ、なるほど、ね、いっぱい集めていくみたいなね、うん、はい、そういう感じなんでございます。学校自慢だ、ね、そうなんです、うん、はい、というわけで皆さんもぜひ学校にまつわる注目すべきポイントを見つけたらどんどん送ってください。以上、スクール応援レポートでした。ここでラブライブからのお知らせです。
まずはテレビアニメラブライブの放送情報、ライブ配信情報です。東京 MX は毎週日曜22時から、読売テレビは毎週月曜25時58分から、テレビ愛知は毎週月曜25時35分から、 BS11 は毎週火曜24時から放送中です。そしてバンダイチャンネルは毎週火曜24時から、ニコニコ生放送では1月20日より毎週日曜23時からライブ配信します。そして続いてはテレビアニメラブライブ主題歌&挿入歌シングルの発売情報です。テレビアニメの主題歌と挿入歌シングルの発売が決定いたしました、うん、オープニング主題歌シングル僕らは今の中では1月23日に発売、そしてカップリング曲、うん、ワイルドスターズ各カラオケも収録しております、うん、さらにノンテロップオープニング映像を収録した DVD もついてきますね。出た、はい、そしてテレビアニメラブライブの劇中挿入歌シングル第1話挿入歌、新田恵美ちゃん演じる香坂ほのか、そして内田彩ちゃん演じる南小鳥、そして三森鈴子ちゃん演じる園田海の3人が歌うすすめつもろうは2月の20日発売です、うん、皆さんぜひチェックしてください、はいはい、そしてラブライブミューズベストアルバムベストライブコレクションがついに発売となりました、うんうん、こちらブルーレイ付き超豪華版とブルーレイ付き通常版と通常版の3種類がありますので、好みに合わせてぜひね手に入れてください。はい、さらにさらに、はい、嬉しいお知らせがあります、うん、テレビアニメラブライブのブルーレイ第1巻が3月22日に発売決定しました。わーい、初回限定版には6月16日にパシフィコ横浜で開催される、うんうん、なんと我らミューズのサードライブのチケット最速先行販売申し込み券が封入されるほか、うん、原案の君の桜子先生書き下ろしの小説や、うん、香坂ほのかが歌うミューズオリジナルソング入りスペシャル CD など超豪華特典満載です、うん、絶対チェックしてください、うん、はい、続いてイベント情報です、1月25日からラブライブカフェが再び開催されます。今回は秋葉原のキュアメイドカフェに加え、千葉県茂原、埼玉県三里のワンダーカフェでも開催が決定しました。期間中限定メニューをご注文の方にはオリジナルポストカードをプレゼントしています。ぜひ遊びに来てください。詳しくは公式ホームページをご覧くださいね。以上ラブライブからのお知らせでした。ラブライブニューズ広報部ニコリンパナ、そろそろお別れの時間が近づいてきました。この番組では皆さんからのメールを大募集しています。テレビアニメラブライブの感想、私たちへのパーソナルなメッセージ、質問などなどどんどん送ってください。メールは番組サイトのメールフォームからお願いいたします。はい、というわけで今回の放送いかがでしたでしょうか。ついにアニメの話ができたから ねよかった、よかった。感想もね、ちょっと ねリアルタイムというか、そう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 、ね、ライブの感想もさ、そう非常にリアルタイムだったよね。ね、生々しいお話をね、生々しいって言うとなんかちょっと嫌な感じだけど、鮮度のあるお話をねできたんじゃないかなと思うんですけど、ちょっと違う、ちょっと違う気がする。ダメなんだ、まだダメか、難しいな。フレッシュだ、フレッシュだね、そうフレッシュな感想の演奏ができてね、よかったです、うん、ぜひぜひ皆さんこれからもアニメの感想などなどお待ちしております、ね、はい、よろしくお願いします、はいはいはい、それでは今回のラブライブミューズ広報部ニコリンバナはここまで。お相手は得意空と飯田里穂と久保ゆりかでした。バイバイ。ラブライブミューズ広報部ニコリンパナ、この番組は2013プロジェクトラブライブの提供でお送りしました。幸せだよこの瞬間。